はい、えー。今回はご質問いただきましたテロップの下に引く帯、座布団の作り方をご紹介していきます。タイムラインにはこんな感じの動画素材が配置してあります。ここにテロップと帯を載せていきます。まずテロップを配置します。メディアジェネレーターからタイトルおよびテキストをドラッグして配置します。レイヤーの順序を動画の上に移動。そしてテロップを入力します。 大きさを調整して配置しますフォントも変えていきますこんな感じとしておきます次に帯を配置していきます このメディアジェネレーターの単色から平面を1枚タイムラインに配置します。色は自由に変えることができます。これを文字の下に移動。そしてイベントパンクロップを開きます。マスクをクリックして有効にします。 形ツールを選択しマスクを描きます形を整えていきますこれでテロップと帯を乗せることができました さらにでは、これに対してアニメーションを加えていきます。トランジション、リニアワイプを選びます。この左から出現するようなものですね。これを、まず、帯の先頭にドラッグします。すると、こんな感じで帯が出てくる表現ですね。が追加されます。同じように、テロップの頭にもドラッグします。 するとこんな感じでワイプでアニメーションしながら帯がテロップが出てくる表現となりますこの帯が出てくる速度はこの部分ですねリニアワイプの時間をドラッグすることで調整することができますさらにアレンジを行いますこの 帯のレイヤーをコントロールを押しながら後ろにドラッグしますそしてソースメディアの新規コピーを作成これを下に配置しますメディアジェネレーターを開いて色を変更します白そしてイベントパンクロップを開きます少し幅を伸ばします するとこんな感じですねオレンジ色の出現時間を少しずらします1 2 3 4 5コマするとこんな感じのアニメーションとなりますこんな感じで簡単にテロップの帯を作成することができます今回は以上ですまたお会いしましょう